コンサイキャバレーはサンミュージックプロダクションに所属する日本のお笑いコンビ。2018年7月1日結成。コンビ名はキッタンが以前からコンビを組んだらつけたい名前と妄想してたものだったという。天野前の相方募集ツイートにキッタンがダイレクトメールを送ったのが結成のきっかけでキッタンを選んだ理由は一番ふざけていたから。天野はキッタンのことを 頭のおかしい人だと思いながらも、センスを見せたがる女芸人が多い中で、キッタンみたいに知性のかけらもないタイプは貴重だからと、してキッタンと組むことを決める。ネタを書くのが苦手だというキッタンは、天野に声をかけた理由として、ネタもかけて、ボケもツッコミもできると聞いて、天才じゃん。と思ったからと話している。 結成した月の2018年7月26日開催のライブ、岡女。にて、このコンビで、初出演。同年の M-1 グランプリ及び、女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ W で、根菜キャバレーとして出場。女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ W では、決勝に進出した。この決勝では、ファーストステージで敗退したが、天野は後になって、 一番倉庫を残したのは私たちだったんじゃないか、と思えるようになったという。なお、アマノは、根菜キャバレー結成後も、しばらくの間昼と夜の活動と並行していっていたが、昼と夜は2018年10月末をもって解散。2018年12月14日付で、根菜キャバレーとして、以前からキッタオンが所属している、サンミュージックプロダクションへの所属が正式に決定。 これに伴い、天野は、実質的に人力者から、遺跡、キッタンは、芸名表記を、キッタンと改めることを発表した。2019年7月13日7月14日、初単独ライブ、大きな株を開催。キッタンはこのコンビ結成について、あまりにも和が強いせいで、周りから、絶対コンビなんて組めないと言われていたけど、舞ちゃんが優しく包んでくれたと話している。 芸種は主に漫才。吉ンの芸風について、馬鹿よあなたは、新道竜美は、明日死ぬと宣告されたと思わせるような捨て身の突っ込み、命をかけているかのような突っ込み、気持ち先行型の漫才などと評している。また、吉ンは自己紹介ギャグを得意としており、自分のもののほか他の人の自己紹介ギャグを作ったりもしている。 神道隆美によると、女芸人ナンバーワン決定戦ザ W ではほぼ同じ、ネタ一本だけで決勝まで進出したために、急遽2本目の決勝用のネタを作ったという。今回キャバレー結成前の各メンバーの出演及び切った単独での出演については、きっ出演、ピーカブー出演のそれぞれの節を参照。ありがとうございます。